10月20日松山市堀之内の愛媛県美術館南館で秋季限定が始まりました。初日となったこの日は関係者らを招いての開店式が行われ、テープカットとともに幕を開けました。限定は昭和27年から続く展覧会で大きく8部門に分かれます。前期展では洋画、版画、写真、デザインの4部門が展示されています。今回の特徴としまして、一つは中高校生を中心とした若手作家が非常に数も増えておりますし、作品の質も良くなっております。前期で特にデザイン部とか、それから版画でも若い人の活躍が目立ちます。それが1点と、女性の活躍、これが目立っておりまして、最高賞なんかで特に写真部、愛媛県知事奨励賞ですが、これも女性の作品、女性がとにかくビッグな賞を取っておるのが目立ちますね。3点目が今度は高齢者の活躍ですけれども、もう年を取って作品を作ることがもう生きがいと感じて、非常に情熱を持って取り組んで力作を発表しておる、この3点が非常に大きな特徴になっております。秋季限定は10月28日日曜日まで開かれています。また11月1日木曜日からは後期展が開かれる予定です。芸術の秋、皆さんも多彩な作品をご覧になってみてはいかがでしょうか。